ありがとうございます。はい、なんだよ、近いな近いな。皆さん、ここは京都サンガ FC の沖縄キャンプ練習場です。見てください、皆さん、この素晴らしいピッチ、青々とした空。あ、空やった、こっちやね、空は青々とした空。気温もね、暖かくて伸び伸びと、もうサッカーできる環境、本当にもう言うことなしの環境でプレーしてます。張監督のもと素晴らしいトレーニングキャンプを積んでます。もうベリベリ、もうみんな楽しみながらサッカーをやって、この素晴らしいピッチの上で戦術を落とし込んでます。ユニフォーム曲げちゃったからな、新平君に。おーっしゃ、踊り出た。ユニフォーム曲げちゃった踊り出てる。チェック、うまい。あー、出た出た、これだ。おーチェック、角度持っていったね。これは分かるかな。じゃあ分かる。竹取りもこれ、これはどういう意味ですか。ということは素晴らしい。ありがとうございます。虎の穴に入って親虎がいて、もしかしたら自分でまたバーンってやって噛み殺されるかもしれないけど、虎の子を獲得するには虎の穴に入んなきゃいけないよっていう言葉だよね。使わないと入んなきゃいけない、危険を犯さなければ大きな成功は得られないっていう。要はさっき社長にも言ってもらったように、京都の革新とか京都のフットボール文化とか我々のハントスリーっていうのは、この精神がないと達成しえない。それをみんなにもう一度、思い出してほしいと思って、これを話して。お願いします。お願いします。オッケー、オーバー。Come here, come here!
ていけ、気をつけろ、カズ、そう、みんな手つけて、あー今から京都サンガ FC のみんな、選手のみんなのところに食事潜入に行きたいと思います。みんな、レッツゴー。 Hey boys、 どう、グッドコンディション、グッド、いい感じ、お、いいね、バイス、おいしい、おいしい、もう、バイス、今シーズン And one team Yes Connection OK, good。さあ、皆さん、新加入の竹富康介選手に来てもらいました。竹ちゃん、久しぶりやね。もうだいぶ慣れましたか？はい、まあ、森脇選手も含め、あー、いいね、いいね。やっぱ森脇選手いると違う。そうですね。おっとっとっとマジか、ちょっと竹富選手緊張気味ですね。ちょっと歩くスピーカーやから、歩くスピーカー、誰が？森君。俺かいな。ナイスゴール。今日何点取ったんだっけ？2点か、いいね。ちょっとウィンクして。うわ。うわ、疲れちゃう。行けた。どうキャンプ？楽しいです。楽しい。いいね。充実してます。充実してるね。顔からにじんでるよ、それが。にじんでるよ。にじんでるよ。えい、そうだ。いいね。ソータファンに一言、ユニフォームたくさん買ってください。あー、アピールすな、アピールすな。新平ファンに一言、僕もユニフォームいっぱい買ってください。アピールすな、新平。新平何番だっけ？31番。皆さん31番にね、たくさん買うように。じゃあ最後にウィンク。いいねー。そいつより可愛いぞ。そうね、ちゃん。じゃあ、ダイゴと一緒にセットで行こうかな。ダイゴ、それどう？ここまで。きちいよ。きちいね。走ってるね。もう、でもそうね、走るの得意じゃん。大好き。大好きでしょ。いいね、頑張るよ。ダイゴ、ダイゴどうですか？順調です。順調。はい。いい。次行きましょう。いいね、ダメだ。じゃあ、ダイゴファンいっぱいいるから、ちょっと。ダイゴファンに一言。ソネも入ってるよ。ツーショット、夢のツーショットよ。まあ、大吾くんのファンに俺から大吾に言いました。一言、大吾くんのユニフォーム買ってあげてください。いいね。ちなみに今森脇のユニフォームのランキング14位だって。大吾頑張ろう。はい、いやちーちょっとやちーやちどう？ここまで疲れてる？はい、走りました。いいね、いいね。やつ若いんだから走らないと、まだ。限界です。まあ、限界。ショーゴ、寝ない寝ない寝ない、ショーゴ。お疲れちゃん。どう、キャンプは？楽しいです。楽しい。盛り上げるよ、楽しい。面白いです。お、いいじゃん、いいじゃん。もっと褒め言葉ちょうだい。トモヤ、どう？キャンプきついっすね。きつい、はい、奥さん会えないの寂しいんじゃない？寂しいっすね。よね、はい、新婚ほやほややし、はい、じゃあ愛する奥さんに一言。いつもありがとう。いいね、愛がある、愛がある。学士どう？いい、今日もいいね、髪型。髪型今日もいいっす。髪型いい。いいね、学士の髪型もボリューミーだね。森くんにはかなわない。いや、俺にはね、俺もやばいよ。ひどい髪型してる。誰ちょっと隠れてんの、その後ろ。誰これ？誰だ、誰だ、誰だ、誰誰誰荻原選手かな。荻原選手なんか、なんかあんの？荻原選手ないの？一子さん、お疲れでした。え、なになんか特技とかあるんですか？特技は、モノマネ。あ、ではお願いします。じゃあ、一光さんで。おぉ、幻。ありがとうございます。元気？元気ですよ。どう？これからちょっとサンガ熱く盛り上げてよ。一緒に頑張りましょう。オーケー。